そのカードがあれば。吸血鬼になって何をしたい？それは力、快楽、影響力、全てが手に入る。だからうちの島を狙ってるバカどもが身の程知らずにも吸血鬼になりたがる。俺はあのカードは餌だ。あれを持ってここに来るやつはバレンタイン兄弟に歯向かおうとするウジ虫だ。違う、俺はそんなんじゃない。ブリッツの粉で教わったんだ。なんだと？大変お待たせいたしました、アーカード様。やっと仕上がってまいりました。ほう。対フリーク戦闘用13ミリ拳銃ジャッカル、全長390ミリ、重量35ポンド、装弾数6発。もはや人類では扱えない代物です。今までの454カスール改造弾ではなく、専用弾13ミリ炸裂鉄鋼弾使用中です。弾核は純銀製マケドニウム加工核。弾薬はマーベルス化学薬と NNA9。 弾頭は削薬式か水銀か？砲撃式済み水銀弾頭でございます。パーフェクトだ、ウォルター。感謝の極み。この銃だったらあのアンデルセン神父も倒せますか？当然だ。セラス様、あなた様にも新しい武器を用意しておきました。本当ですか？30ミリ対フリーク用カノン、ハルコンネン。弾は2種、劣化ウラン弾および爆裂鉄鋼焼夷弾。主力戦車を除く全ての地上航空兵器を撃破できます。マジでこれ持てつ。お前にぴったりだ、フケ。そうですか？マジで似合うですか私これ？だってこんなの人が持つような長さじゃないでしょ。っていうか、そもそも劣化ウランなんてまずいですよ。だって一応私だって女の子っていうか。ご活躍を期待いたしております、父兄様。シマアラシかと思ったが、こいつが餌に食いついたのはブリッツの店だ。ブリッツが裏切ったんだったら始末しちゃえ。ボケてんじゃない、ヤン。は？ブリッツは先週サツにパクられてる。どういうこと？あー、頭がすっきりしねえ。かといって警察ごときがわざわざ命張ってカード持ってのこのこここまで来るわけもない。潜入？無線とか持ってたこいつ。足がつくようなものは持ってない。つまりこいつはそれなりにプロだ。へえ。こいつがつけてたのはこれだけだ。俺たちの仲間、可愛いグールドも専門にするクソ特務部隊がいる。こないだテレビで見たよ。なんてあれ。いつまでも島を取ったの取られたのやってるつもりはない。そうだよな、ヤン。戦争ごっこやるんだな、兄貴。戦争ごっこには兵隊が必要だ。人工吸血鬼を調べていた MI5 の潜入捜査員が殺された。さようでございますか。
昔ならそういった所属の者は殺されるにしても死体を晒すなどという…そういう問題ではない。は、我が大英帝国への反逆であると腰を浮かせる者が出始めてきたということだ。円卓会議が招集されるのですね。近いうちに、多分な。もしもし、助けてください。吸血鬼がみんなの血を吸ってるんです。本当なんです。ふざけてません。本当なんだから。ふざけてないんだから。いつまでやってんだ。おい、クソ女吸血鬼どもやっぱやだ。所轄の警察からの情報によりますと、襲撃を受けたのは新興の組織暴力グループ、非合法銃器の武装が予想されます。遠慮することはない。グールになっていようがいまいが、この国で生きている価値のない者どもだ。神と上陛下の皆によるオーダーを慎んで受けなさい。エイメン。私は行かなくていいのか。人間の部隊にやれるだけのことはやらせる。今はそういう時期だ、アーカード。人間は不可解なしがらみに好んで自ら束縛されるものだ。ウォルターが調達した新しい銃の試射をしてみたかったが。アーカード、これから我々が相手にするのはただのフリークではない。お前たちには不可解な人間の狡猾さを持った新しいフリークスだ。退屈をしのがせてくれそうだ。ターゲット捕捉、 NHB と確認。どういうことだ。現場に他のターゲットはいない。被害者らしき死体も発見できず。吸血鬼はただ一人、グールもいない。逃げて。私、誰も犠牲にしたくない。
ルビートラップに気づくのが遅すぎました。犠牲者は回避できましたが、申し訳ありません。我が機関を舐めるのも大概にしろ、にわか化け物とも。入れ。インテグラ様、会議の皆様がお集まりでございます。円卓の騎士も今日において剣を持つ者は稀。さあ、インテグラルウィンゲートヘルシン、現代のナイツの武器は剣ばかりではないのだよ。早く座りたまえ。我々は皆忙しい。インテグラ、君の報告によると昨今増大しているヴァンパイアの多くはフリークチップをインプラントされた人工吸血鬼であるとのことだが。ヘルシング機関の使命はオーダーによって人ならざる者の活動を完全に停止させること、その処理をも含め吸血鬼に直接対峙することこそが使命であり、チップのメカニズム及びその機能と効果の調査、合わせてチップをルフさせる存在の操作は我が任にあらず。当然我々は調査をしている。そしてその嗅ぎ回る犬をみすみす的に殺された。しかも見せしめのごとく大英帝国国旗を伴って。勘違いしてはいないか、インテグラ。我々円卓会議の出席者は互いの持てる力を分け合うことで女王陛下への忠誠を証しする。分かっています。問題はインテグラ、ヘルシング機関の活動がそのいささか派手すぎるということなのだ。人ならざる者は古よりずっと存在してきた。しかし我が大英帝国はそれを公にすることなく今日まで来ている。それは絶対に人ならざる者の存在を完全に制圧できていたからだ。ヘルシング機関の今の活動状況はその歴史に汚点を残そうとしている。敵が銃器で武装しているのです。仕方がありません。情報の操作はペンウッド卿、あなたの仕事では。そういうことではない。報道規制するにも限度というものがあるのだ。つまり円卓会議出席者の力がそれほどまでに貶められているということですか。口が過ぎるぞ、インテグラ。君の父親はそういう口は絶対に聞かなかった。父は父です。そんでどうしたと思う。
知ってんだよ。だってあいつってもリーホーの店潰したくせにちゃっかり女だけは引っこ抜いてったんだぜ。さしもねやつもぶっ切れてさ。うるさい。ねえ兄ちゃんもそう思うだろ。なあ仕事前にいつもいつもお前はやかましい。仕事は静かにやるもんだ。いつも言ってるだろ。はいはい、またそれか。分かってる分かってますって。失敗は許されないんだぞ、ヤン。失敗？ありえねえ、ありえねえ。朝飯前もいいとこだぜ。ここは立ち入り禁止です。速やかに立ち去ってください。ああ、これは失礼。私たちは旅行ツアーのものでしてね。この国が誇る古い屋敷や城を見て回るっちゅうツアーでしてね。よくあるでしょう。何を言ってるんだ、ここは。ここは公開していないんですかね。もうツアーのお客さんたち入りたくて入りたくてうずうずしてるみたいで。こちら正門前、不審なものを発見。応援を。ヤン、お客さんをご案内だ。どうした？状況を知らせろ。俺たちにとっちゃ人殺しができて生き血がすすれれば何でも構わねえ。ヘルシックだか何だか知らないが全員ぶっ殺してやる。インテグラ、どうしたんだ。何が起きている。敵の襲撃です。武装したグールの襲撃を受けています。敵勢力数がつかめません。組織化されていないので行動が読めず、屋敷数カ所を突破されました。最高に勃起モードだぜ。こっちだけズルして無敵モードだもんな。なんという。インテグラ、おいインテグラ、このヘリシングの屋敷を襲撃など。どういうことだ、インテグラ。説明しろ、インテグラ。屋敷周囲の隊員は邸内に戻れ。屋敷3階を絶対に死守しろ。もうこんなところまで。なんだ、全然ダメじゃん、ここだけ。どうしようかな。親父の血なんて美味しくないし、ただ売っちゃうのもつまんないし。Wrong.
ランボー、あのルークのね、天気予報ちょっと来週ヘルシングで血の雨、またわけのわかんない。